ご視聴いただきありがとうございます。 SD ガンダム BB 戦士ナンバー67の3代目ガンダム大将軍のキット、以前に製作したものを塗装のやり直しをしています。水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしてたところをリペイント、追加塗装、色彩の変更、全塗装をしました。前回の動画で軽装タイプは完成しています。今回は武装武具を塗装して3代目大将軍、そして武者サイコマーク2の持っていた刀、影アレックスのキットに付属のバトルマスクも塗装しました。塗装の様子をダイジェストにまとめました。まず下地塗りとして下デルカラーの塗料を使用しました。まずはレイヤーカラーのホワイトスカー、兜、鎧に塗装箇所がありました。バシリカヌムグレイ、主に黒、銀を上塗りする箇所の下地として使った下デルカラーコントラストの塗料です。続いてイアンデンイエロー、こちらはゴールドを上塗りする箇所の下地として使いました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色しました。さらに細かいところは先端を糊で固めた細筆を使用しました。3代目ガンダム大将軍のキットは軽装タイプ、大将軍、ネオフェニックス、フル装備形態、ハイパーフェニックスなど感想が多彩。そして武者サイコマーク2や後の影アレックスの付属パーツとの連動ギミックもあり、いろいろ楽しめるキットでした。次にブラッドエンジェルレッド、赤を上塗りする箇所の下地です。赤の成形パーツへの塗装だと、もうこの色で仕上げになる箇所も何点かありました。アポシカリーホワイト、ワープライトニング、上塗りもカラーごとに見ていきます。まずは下デルカラーのアバドンブラック、いわゆる黒です。2色目の上塗りは銀、アイアンハンズスティール、鎧、兜、閃光剣とその鞘、バトルマスクにも塗装箇所がありました。金、メタルカラーのレトリビューターアーマーです。下地にイアンデンイエローを塗った箇所に上塗りしました。兜、鎧、閃光剣、バトルマスクなどに塗りました。このキットは1990年11月に発売されたもの。 SD 戦国伝第2作風林火山編の最終キット、定価800円の豪華版でした。第1作に登場したあの武者ガンダムが出世した姿。マキ、アス、マー、ビー、ジュの5つの光の玉が集結した大将軍。下々の者の気持ちまで汲み取ることができる心優しき大将軍と言われます。塗料は水性アクリルの下デルカラーとファレホー兼用、筆塗りで色付けをしていきました。こちらが今回の3代目ガンダム大将軍の上塗りで使用した塗料。この動画分で塗装にかかった時間は下地塗りを合わせて約70分でした。
赤の上塗りには下出るカラーのレイヤー塗料イービルサンズスカーレット、上塗り用のカラーですが顔料は多めで隠蔽力は強い塗料です。白パレホのゲームカラーデッドホワイトです。白が貴重の大将軍のキットでは大活躍のカラー。この動画パートでも兜や鎧の塗装箇所がありました。パレホのゲームカラーサンライズブルーを兜の一部に使いました。パレホのモデルカラーミディアムオリーブです。仕上げに下出るカラーのシェードナルーンオイルで墨入れ陰影を出して質感を高めました。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。組み立ては軽装タイプに武装する形で、塗装後がこちら。三代目ガンダム大将軍にサイコマーク2の先行剣とバトルマスクを装着ということで、今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー67三代目ガンダム大将軍のリペイントその2の動画として大将軍を完成、武者サイコマーク2影アレックスのキットとの連動ギミック、次回その3の動画でネオフェニックスのパーツを色塗りします。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。